それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。ポテイトさんからいただきました。エアコン21度で暑いっていうのはフィルターとかその先の本体にホコリ溜まってる可能性高しということで、まあ、間違いないでしょうね。わかるんすよ、僕だって。うん、掃除せなあかんなーっていうのはわかるんですけど、いかんせんめんどくさがりなんでもう掃除しないんですよね。うん、あのエアコンの外にホースつながってるでしょ。あの水がちょろちょろって流れてる仕組みになってるんですよね、ほとんどのエアコンって。そのホースがね、溜まって、ホコリが溜まって、そのエアコン自体から水ボタ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 って垂れてきたことがあるんですよね、僕。それでやべえってなって一回掃除して、もうこんなことないようにしようって思って外のホースをブチってこうね、外しちゃったみたいな。うん、だからもう確実に外に水が流れていくシステムを作ったんで、余計掃除しなくなっちゃいましたね。はい、お次のコメントがこちらです。レギオンさんからいただきました。レジェンズの方もコメント採用されるために面白いコメント考えてますということで、ありがたいですね。うん、まあレジェンズもライバルズも両方コメントしてくれてる、両方見てるっていう方はね、すごいありがたいんですよね、僕からすると。うん、まあ良ければてっぺんの方も見てほしいなっていう感じなんですけど、まあ自分に興味ないゲーム実況ってやっぱ見ないっすもんね。うん、それがやっぱちょっとゲーム実況の難しいところかなっていう感じはしました。はい、お次のコメントがこちらです。レモンジルさんからいただきました。プラチナキングはデュランダルでコストを下げることができれば、コスト、5コストでメタルスライム2体召喚できるので、そこにトロデや覚醒の巻物を組み合わせたら場持ちしやすくなるのではと考えています。同じくメタルスライムを召喚できる枯れ草ネズミがナーフされるほど壊れ性能だったので、プラチナキングも悪さしそうな予感がしますということで、まあ、枯れ草ネズミ自体は1コストであの性能だったんで、だいぶ強いなってなっとったんですけど、まあ、プラチナキングはすごいなんかコスト通りの動きだなっていう感じなんで、まあ、ほんまに使ってみないと分かんないっていう感じなんですけど、僕は結構評価が高いんですよね。相手に出されたらめっちゃめんどくさいやんっていう考えから、まあ、割かしやるレジェンドなんじゃないかなっていうことを考えてました。はい、ということで以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回は一攫千金カジノパラダイス第8弾カードパックということで、公式生放送が15日にあったんは皆さん見ましたかね。僕はちょっと見れなかったんで、仕事の帰り道とかにこうちょろちょろっと見て、まあ、この動画が上がってるのが多分16日になってるとは思うんですけど、その公式生放送で出た新情報をちょっとまとめてみようという動画でございます。はい、ということで早速新情報を見ていきましょう。まずはこちら、はい、マスターズカップ in TGS2019、大会概要発表ということで、まあ、マスターズの大会が、開催されるということは、まあ、前回の、勇者杯で多分ありましたよね。うん、それです。はい、こんな感じ。すべての試合を、カード使用制限のないマスターズルールで行うドラゴンクエストライバルズの公式大会決勝戦は9月15日に、開催されると。はい、東京ゲームショウ2019内で、開催ということで、まあ、だいぶ豪華ですよね。だいぶ豪華。はい、お次がこれ、これね、大会商品が、公式大会初お金になったと。賞金になりました。はい。まあ、これは結構賛否両論あるんじゃないかなっていう感じはありますよね。なんか勇者杯の良さって、お金じゃ買えない名誉が手に入るっていう感じなんで、まあこれはまた違った、もうお金を手に入れようという大会でございます。はい。総額が100万円と、&優勝賞品1億ゴールドということで、こんな感じになってますね。ドラゴンクエスト10で使える、1億ゴールド。まあだからゲーム内の通貨みたいなもんでしょうね。はい。お次これ。賞金。総額100万円。優勝者が50万円。準優勝が30万円。ベスト4が、まあ、2人いて10万10万と。
で優勝者、任天堂スイッチ用ソフトドラゴンクエスト10オンラインプラスゲーム内で使える1億ゴールド、任天堂スイッチドラゴンクエスト、11S ロトエディションと、しかも任天堂スイッチがついてるということでめちゃめちゃ豪華、うん、めっちゃ豪華やね。で2位から4位が、任天堂スイッチ用ソフト、10と、11S ということで、これ優勝したらめちゃめちゃでかいね。任天堂スイッチもついてくるから、しかもまあソフトが2本ついてくると。僕このドラゴンクエスト 11S 結構欲しいなと思ってるんで、いやー素晴らしいんじゃないですか。で初の賞金ということで、まあまた結構違った方面のガチ勢が参加するんじゃないかなと思うし、まあ、全部のカードが使えるということで、あのグランプリルールよりかは難しいと思います。はい、まあ、マスターズを常日頃からやってるっていう人は、まあこの優勝を目指してみるのもいいんじゃないかなと、思いますね。お次こちら、はい、大会スケジュールということで、大会エントリーは8月22日木曜日スタートということで、結構忙しいですね。結構忙しいってことは、これ診断が実装されてから、開催されるんで、結構日にちも日も経ってないですよね。練習する期間が結構短いというか。で8月27日から31日で、ゲーム内予選が開催されると、まあ、全プレイヤーですよね。で9月8日で、スクエアエニックス本社でオフライン予選100名と。でそこ勝ち抜いた4名がこの東京ゲームショウ2019で決勝大会を行うことができると。もうこの東京ゲームショウに呼ばれた時点で賞金は確定してるんで、これは熱いんじゃないですか。うん、10万円は確実にもらえると、プラスソフト2本ついてくるということで、まあ熱いっすよね。熱い。はい、お次これね、あさって8月17日土曜から、まあこの動画が16日に上がってるとして、明日からですよね、新カードパック応援ログインボーナス開始ということで、1日ごとにパックがもらえます。1日目3枚もらえると。これ美味しい。うん、合計7枚プレゼントと。まあ多分これは診断が、始まるまでパックは向けないとは思うんですけど、まあまあまあ美味しいですよね。パック7枚っていうのは結構でかいんで。はい、お次こちら、はい、新カードパック発売の8月22日木曜から発売記念ログインボーナス開始ということで、第8弾カードパックチケット合計8枚プレゼント。これ美味しいよな、ほんまに美味しいよな。前回のだから7枚と合わせると、合計15パック分無料でもらえちゃうっていう、これいいっすね。いいですね。はい、お次こちら、まあ毎度のごとくメダル付きの、パックを有料で販売しますよということで、今回3種類あんのかな。メダル1枚プラスチケット10枚、2400ジェム、メダル1枚プラスデラックスパックチケット、これ多分あれですよね、レジェンド確定パックみたいな、そんな感じかな。プラスチケット22枚が4800ジェムで、メダル2枚プラス、あ違うわ、デラックスパックチケットって何やこれ。ここに書いてありますね、8段レジェンドレア確定1枚と、チケット46枚で9600ジェム、まあ約1万円約5000円約まあ2400円ということで、まあこれ全部買えば、いや全部じゃなくていいんか、これ一番安いやつと、一番高いやつを買えば au カードは確実に揃うということで、まあ1万2000円ぐらい課金すれば確定でもらえます。うん、まあ課金する側からするとめちゃめちゃありがたい。ただ無課金でやっていこうって決めてる人はまあどうでもいいことなのかな。これはまあでもこの一番安いやつだけでも買うっていうのも手かもしれないですよね。うん、まあでも2400円はかかっちゃうんで結構高いですよね。結構高いっていうのはわかるんですけど、まあ確実に au カードが1枚は揃うということで、まあこのメダル付きパックチケットっていうのはすごいありがたいですよね。しかも今回は2枚ついてくると。美味しいね。お次こちら、はい、毎度のごとくスリーブ付きセットが販売されると。花嫁の3種類、ビアンカ、フローラ、デボラですね。まあ、ここになんか幼少期のイラストも描かれてますけども、
パックチケット10枚のセット販売2400ジェムと、だから2400、2400、2400ですね。まあこれ買うならこっち買うでしょ。うん、多分ね、もらえるパックチケットも同じなんで、うん、だからメダル1枚かスリーブどっちか選ぶってなったら確実にメダルだと思うんで、まあこれはほんまにどうせ課金するしみたいな僕みたいな人が買うものかなっていう気はしますよね。でそれかまあ自分の推しの嫁のスリーブを1枚買っとくみたいな、うん、多分そういう感じだと思います。はい、お次、はい、ヤフーゲーム版ポイントキャンペーンということで、第8弾カードパック登場記念キャンペーン、ヤフーゲームでエントリーしてゲーム内課金すると 20% 相当戻ってくると。ただねこれちょっと変わっちゃったんですよね。僕 PC 版でプレイしてるんでこれ結構ありがたいなと思っとったんですけど、なんか今回から PayPay になるみたいなんですよね。PayPay まあ PayPay に登録したらいいっていうだけなんですけど、前までは T ポイントカードで、ジェムを買えば 20% 相当返ってきたんで、まあ T ポイントのクレジットカードを僕作っていつも課金してるんですけど、まあ、わざわざその T ポイントクレジットカードをまた PayPay にこう設定し直さないといけないっていう、まあ、手間はあるんですけど、まあ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 、うん、まあその一手間が加わっただけっていう感じですよね。これ 20% 相当ってね、めちゃめちゃでかいですよ。めちゃめちゃでかい。僕もこれ T ポイントで結構、ジェム購入してるんで 20% 戻ってきてるんですけど、結構でかい。うん、めちゃめちゃポイントが貯まる。はい、お次、これね、新しいカード登場と、ちょっとちっちゃいかな、天空の花嫁デボラ、です。はい。まあ今回の花嫁のヒーローカードは全部2コストスタートですね。はい、で能力見ていきましょう。はい、このね、まあ放送で見とったんですけど、デボラいっちゃん強くねって思いましたね、正直。レベル1、0コスト、この手に切り札を自分のデッキから別途を持つカードを1枚手札に加える。これ0コストでサーチできて、かつ2回発動できると、ぶっ壊れですね。でレベル2上げていくわよということで、味方のベッドが発動した後、味方リーダーのテンションプラス1、条件満たすと自動的に発動すると。これも2回発動ですね。まあこれベッドを持つ、まあユニットもしくは特技カードを、特技はないか、まあカードを2枚サーチしてきて、まあこっちにつなげていけるんで、何不自由なくレベル2まではいけるんじゃないかなと思います。でレベル3ね、これがね結構強い。コイン1から4枚を以下の確率で手札に加えると、まあこれ3コストかかっちゃうんですけど、1枚 30%、 2枚が 40%、 3枚が 20% で4枚が 10% ということで、まあここでちょっと運試しみたいな感じになるんですけど、3コスト払えば確実に1枚は手に入るし、まあ、2枚が一番確率高いんですよね、 40% で。まあだから最低限2枚ぐらいは3コスト払えばもらえると。で上振れれば4枚3枚ゲットできるよっていう、まあ、カードなんですけど、すごい強いと思います。まあ何が強いってやっぱこの辺ですよね。これですよね、多分レベル1がめちゃめちゃ強いと思います。まあ多分ね、ベッドカードがまあ次の環境は結構強いとなるとは思うんで、まあこの辺しっかり分回してベッドを手札に加えて、まあそっからこう立ち回っていくといった感じで戦えるんで、めちゃめちゃデボラが強くなるんじゃないかなと。強くなるっていうか、まあ3人の花嫁の中で一番強いんじゃないかなと思います。はい、お次の情報がこちらです。はいはい、僧侶のアナザーリーダー聖女登場ということで、やっぱりかっていう感じなんですけど、まあ、予想通りですよね。はい、聖女登場と。で今回はこれですね、まあ前のアンルシアと同じような、結晶をもらってそれと交換するっていう感じになります。まあ、なので、プレミアを確実に当てないといけないっていうわけじゃなくて、まあ、無料でもパックをずっと向き続けてれば、まあ、おのずと結晶が溜まっていくと。まあ、記憶ですよね。記憶が溜まっていくという感じなんですよね。レジェンドレア1枚で、記憶を1個ゲット。プレミアレジェンドなら記憶を5個ゲット。で、僧侶のプレミアレジェンドならもう一発で、15個ゲットで、聖女通常カラーと交換できると。で、これね、色違い。まあこれ、あれですよね。ベロニカの色ですよね。はい。まあ僕個人的にはなんか単発になってもいいかなっていう気はしたんですけど、まあそれは多分、なんか衣装違いとかで出てくるんじゃないかなと思います。
僕個人的にはね、なんかこっちの方がレアっぽいんですけど、アンルシアの時も僕ゾーマカラーじゃなくて普通の方にしたんですよね。普通の方がかっこいいかなっていう気がしたんで、だから今回も、まあ、もし20個溜まったとしても普通に15個の通常カラーと交換しちゃうんじゃないかなっていう気はしてます。はい、という感じですね。はい、以上が、公式生放送で紹介された新情報になります。はい、で新カード情報は、まあ、ちょくちょく公式生放送でも挟んでたんですけど、また別で新カード情報の動画として、紹介していこうと思うので、今回はちょっと省かせていただきました。はい、まあ、カードライブラリーに全部のカードが登場してるんで、まあ、そっちを見るのもいいんじゃないかなと思います。はい、そんなところかな。はい、以上で、公式生放送のまとめ情報でした。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。My head, it was empty.